YouTube やってるんですけど順調ではないですね。結果としてはやっぱり数字が徐々に落ちてってるので賞味期限切れてきた。切れてきましたね。そろそろ飲んだやつ欲しくなってきた。いやそうですね。そろそろちょっとまたお力を。なるほど。いやでも次マジで前回より厳しい戦いになるんじゃないかなと思ってるんで、オーディション、まあ、それはもちろんそうや。もう松葉の賞味期限切れたって俺の中で思ったもん。もうこれ最後やと思う。ほんま最後のギリギリ、ね、うん、あと1日ぐらい切れるところちょうどギリギリでここ使っとっていう。いや本当ありがとうございます。さんに相談した方がいいってめちゃめちゃ来るんですよ、コメントで。あ、そうなの。めちゃめちゃ来て、だからノンタイトル全員もう多分一回切れちゃったのかもしれない。まあね、でもあの勝ったチームは結構うまくいったらしい。フライヤーズに、そう、めちゃくちゃ売れてる。ポップアップも行かれてる。そう、ポップアップもあって、ポップアップも意外にうまくいったらしい、あれが。そうなんですね。そう、松葉、まあ、オーディションぐらい出て。オーディションぐらい受かるかどうか別としてやん、はい、YouTube の相談しなくていいんすか。まだ何分もないですよ今。その時間使っていいんですか。そうこれ言っとかないと動画ベルダーの答えてる。そうですね、あの今一番悩んでるのが、最初みくるさんとひかるさんにそのナンパをやったら面白いんじゃないかって言って最初やって、まあ、それが一発目伸びたんですけど、なんかナンパだけだと飽きるって視聴者から結構声もらって、いろんなものもやったんですよ、他の分野の。でやったらなんかそれが逆効果になっちゃったのか、何してる人か分かんなくなっちゃった新規の人が。でそこからなんか開けられるようになってしまったんですけど、なんか今それを取り持つために目標のナンパの中でさらにそれを土台としていろんな曲やってるって感じなんですよね。なるほど、もういいんじゃないそれで。お前それでいいんじゃない。いやそうなった時にこのやり方で合ってるのかっていうのはちょっと気になる。気になるっていう正解はないと思うんですけど、一概にこうこれがいいこれが悪いっていうのは言いづらいんだけど、根本ナンパが悪いとかナンパじゃないのが悪いとかじゃなくて、クオリティが低いじゃん、多分。なんかいい動画やったらどのジャンルでもやっぱヒットするから、最低その多分レベルに達してない動画っていうことをまず理解した。だからナンパ動画だしも、うまくいくやつはうまくいくし、うまくいくやつは絶対うまくいかへんから、ジャンルは別に何のジャンルでもある程度一定数需要があるとかじゃ何でもいいと思って、あとは自分が楽しめるかどうか、そこを編集とか構成とか動画の作り方、要はナンパに至るまでのストーリーとかをもっと意識した方がいいかもしれない。そこの見せ方がめっちゃ大事だ。ちなみになんか再生回数が取れてる時はコメント少ないんですけど、再生回数が低い結構内容濃いやつは低いけどコメントが結構来るんですよ、そのコメントもなんかアドバイスとかこうこうこうした方がいいって言われるんですけど、それって結構いい傾向なんですか、視聴者から。あ、そのやっぱこうコメントがいっぱい来るっていうのはそれだけ感情を揺さぶったっていう証拠やから、視聴者だからそういうのを続けとったら徐々に再生数が伸びる可能性はあるってことです。終わりました。これだけです。僕も食べ終わりました。いやいやいや、すみません。相談が長い。いやいやいや、3分ぐらいで終わった気がするな。3分ぐらいで終わった気がするな。あの、なんていうの、お前はまだ努力が足りない。お前まだそもそもノンタイトルで勝ててない。はい、勝ってみろ一回。勝った方が人生変わるぞ。ミクロがどう思ったか知らないけど、俺は初回で取った人が2回に出るっていうのは1人ぐらいは見た。だから1人ぐらいは多分入るんじゃないかと思う。俺はだって1人顔なじみ取った方が面白いじゃん。